はい、じゃあおはようございます。おはようございます。はい、今日はですねリンゴルフオープン栃木が行われるイーストウッドカントリークラブにやってきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はゆっこちゃんと高島さゆりプロが、お二人で、ここお願いします、はい、お願いします。ラウンドしていただきます、はい、高島さんの自己紹介は1ホールが終わった後やっていただくということで、まあ、とりあえず自己紹介がてら、はい、1ホールやっていきましょう、はいはい、カメラは宮下がやっていきます、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、なんか体が大きいからさ躍動感があるよね高島さんは。ありますね、なんかロダンみたい。173。私約10センチ違います。ね、すごい。これはなんかでも出だしのホールにしたんですけど、プレッシャーがかかりますね。高島さんバックから打ってもらいます。右の方がいいんでしょうね。ぽいですね。右はキックしそうですね。お願いします。はい、お願いします。お、見た。飛びすぎやん。ちょっと大丈夫かな。見えますか。斜面ですね。はい、斜面。ちょっと右行きすぎましたね。右行った。ティーショット一発目めっちゃもう飛ぶなっていう感じが、はい、出てましたね。出てました、はい、やっぱり出てます、ね、あの持ち球はドローって感じね。そうですね、はい、ドローですね。やっぱり飛距離ってなったらやっぱりフェードよりもドローの方がやっぱ飛ぶんですかね、うん、飛びますね、やっぱり捕まってる分。美穂ちゃんもですけど、やっぱり飛ぶ人って持ち球ってドローですよね。あ、そうなんだ。そう、塩田さんもドローだったし、コウちゃんもドローだし、女子の人はみんなドロードローって言うから、うん、飛ぶ人はやっぱドローのイメージがあります、うん、スイング的にも、うん、あのドローがかかる打ち方の方が確実にパワーが伝わってるので、うん、やっぱりなるほど、スライス回転がかかるってことは、はい、上からクラブが入ってるってことなので、うん、スピン量が多くなるんですね、うん、だんだん高いですもんね。そうです。結局こういうスピンがかかっちゃうことで、うん、あの空気抵抗が強くなって飛ばないっていう、うん、はい、あ、ロスがあるってことですか。どちらかというと、はい、なのでドロー回転は、うん、あのスピン量が少なく、うん、あの飛んでくれるので、はい、あのそういうスライス回転よりは飛ぶっていうことですね。なるほど、はい、飛ばしたい方はやっぱドローのおすすめ。ドローが、はい、いいですね。でもドローを打とうと思ってこう無理に捕まえに行く人が多いような印象はすごく受けるので、そう、ドローはあの手先で打つものじゃないっていうことを、はいはい、後で教えてもらいましょう。今日も、ね、教えてもらいたいです、はいはい、手先で打つものじゃない、骨くり回さない、骨くり回さないことが大事です。手先、もう本当に手首とかって使わないものなんですよ。使おうとしてるわけじゃないんでしょうけど、うん、やっぱりこう捕まえたくてどうしてもこねちゃう人が多い。こねちゃう。ここだけじゃないんで、もう この、はい、ここで使うってことはもこの辺からもう始まっちゃってるんで。180、90です。190？ 180、90。おお、だったら旗でいいですね。ただ高さが出るのであれば左の木の上を行くのがまあいいかもしれないですけど、安全に行くならまあ旗、うん、はい、お願いします。オッケー、ナイスショー。ドローじゃないですか。完璧ですよ。完璧。すごい。足が細い。そこっすか。緊張しましたな。今高島プロが、はい、ここ1ホール目実は左が狭かった、うんうん、だから本当にこの右の方で良かったっていうふうにおっしゃってて、カウントの1番ティーショットは右狙いです。右狙いです。イーストって来る方。確かにでもね、そんなにこう木もないんで、うん、多分落ちてもくるし、うん、左側にあるんで、うん、ですね、右からがいい。右からで全然攻められると思います、うん、はい、
イスショーナイスオンです。ソンドローがかかりきらなかった。ナイスオンです。いや前上がりだったんで、うん、もうちょっとこうこう来るイメージだったんですけど、はい、素晴らしい。ありがとうございます。ナイスオン。褒めてもらいました。おお、ナイスです。早い。芝目は正直ベントグリーンではあんまり関係ないです。ああ、そうなんですね。そう、それを言われたって言っときながら私が否定するのはあれなんですけど、はい、芝目というよりかはやっぱ傾斜です。傾斜ですね。ボール側とあとカップ側から必ず見ることですね。主体側から。そうで、例えばあっちから見るのとこっちから見るのと違うっていう場合は、あの下から見るラインを敷いた方がいいです。こっち反対側から。上からこう見るよりかは、はい、下から見た方が全体的な傾斜って見えるんですよ。山のこういう傾斜を上からこう見ても、はい、下に向かってこう見てると傾斜が分かりづらいんですよ。どっちも揃ってたらいいんですけど、はい、いいこと聞いた、はい、で必ず横からも見るといいです。はい、下り横もこうこの距離あるじゃないですか、うん、距離分下がってみるといい。へえ、そうすると視界全体入るんで。え、みんな知ってました？こう近いと結局見えないじゃないですか。こう交互にこう見なきゃいけないんで、全部がこう入る視界のところまで下がって見ることです。距離分ね。そうです。あ、ゴー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 。弱い。そう、ちょっと分かったっすね。ナイスパーでーす。ありがとうございます。ナイス。ナイスパー。ナイスパー。ありがとうございます。右の木はね、280ぐらいあるんで、そこからでもグリーンに狙えると思うんだったら、ちょっと右目を狙って、あの木と旗の間ぐらいですかね。おお、ナイスショー。ああ、バンカーに行くか行かないか。いや、こうやって、こうやってフェアウェイじゃないですか。思ったより飛んでいたそうです。思ったより飛んでいますね。じゃあ、ちょっと手前かと思った。ナイスショットです。ありがとうございます。ここは左には打ちたくないですね。まあでも、こう、フェアウェイも左側に傾斜してるんで、右に打ちやすいホールですね。だから、あんまり心配しないで、打ち大丈夫だと思います。悪いと、マイトンです。なるほど。こねないことです。こねないことです。おー、いいじゃないですか。ナイスショット。完璧です。オッケー。いいとこ。よかった。素晴らしい。足が遅い。すごい褒めてくれるんです。足元も。素晴らしい。めっちゃスタイルがいいです。そうですね。ちょっと左に行きやすい傾斜なので、右目に方向を取るといいと思います。お、ちょっと失敗したけど結果オーライじゃないですか。おお、素晴らしい。止まって。あ、ちょっとこしったかな。おっと、ナイスオンでした。バックスピンに戻った。いいですね。おお、どうだ。あ、そんなに転がらない。こうやって立って、なるべく手元を浮かせてた方が
パターみたいにして打てるんで。おー、ハンドレイトみたいな。ハンド、アップ、アップですね。レイトはこっちか。レイトです。そう、平らだけど、こっからの下りが、そう、速くなる。だから、下りを見るというよりかは、しっかり膨らませるのを見た方がいいです。いいんじゃないですか。あー、来たー。素晴らしい。やったー。ナイスパー。あれは、あ、すごい。これは嬉しい。このライン入れるのはなかなかすごいですよ。ゴー。あー、うわ、シビアな。パッパッと持ってきました。上りのラインって引っ掛けやすいんですよ。うんうん、あ、そうなんですか。そうなんです。ボリドラインは引っ掛けやすいらしいです。強く打つからかな。あ、分かんないけど。なるほど、うん、ボリに対してこう打とうとしちゃうので引っ掛けちゃうんです。ナイスパーです。忘れてたんですけども、はい、高島プロはゴルフサバイバルに出演されてるんです。あの、美穂ちゃんも出てるやつですね。そう、はい、それでゴルフサバイバルのプロデューサーさんとこの前お会いして、はい、なんかいい人紹介してくれませんかって言って、はい、紹介してもらったのが高島プロ。なるほどっていう感じですけど、はい、どんな番組だったのかとかも後で聞いたりとか、はいはい、あとは、ネットで調べたんですけれども、はい、今年の7月か8月に、うんうん、なんかドラコンの競技に飛び入りで出て、うん、そのまま日本一になったんですよね。すごいですね。その優勝した時の距離はどのくらいだったんですか。あ、でも優勝の時は300いかなかったんですよね、はい、297かなんかだったの。地方予選で360か、うん、そうですね、仙台大会で、仙台、はい、そうなんです、365、まあフォローの打ち下ろしだったんで、うん、なんですけど、はい、365飛んで、365ってもう下手したらパー4ワンオン、オーバーですね。そうですね、すごい。いや、大したことないんですけど、まあ、師匠がドラコンプロなんでね。和田さんですね、はい、和田さん、和田正義さん、正義さん、忠義さん、忠義さんって言うんですかね。あれ、忠義さんっても失礼しました。正しいから忠義って呼ぶんです。おー、うん、じゃあその話しまで聞いていくんです。はい、聞いていきましょう。あんまり難しくなさそうな感じがするんですけど、はい、結構距離が391ヤードあって、打ち上げなんで多分結構距離残り大きい。うん、あれピンもしかして吹き流しまで263。吹き流しか。これは何が難しいかっていうと、ティーグラウンドの向きが変なんで、アドレスが向きづらいかなと。左向いてます。どっちかというとこっちに向いて、右に向いてるんだって。右向いてるの、はい、本当だ。コースに対してはこう打たなきゃいけないんで。本当だ。こうあるんだ、うん、だから右向いちゃうとは失敗しやすいんで、アドレスを気をつけた方がいいですね。こうやって構えた時にすごい左向いてる感じがするんですけど、それでまっすぐ。まっすぐです。おー、完璧。これはすごい。かっこいい。ありがとうございます。旗の真下まで行きました。おー、かっこいい。根元っす。おお、ガン、あー、キックが悪い。行っちゃった。今のはやっぱりさっきの全然こう見た目違いますけど、やっぱこれこうやって見てもらうとティーグラウンドがすごい右向いてて、でも打ちたい方向はティーグラウンドみたいな左なんですよ。あ、で今はティーグラウンドの方向に向いちゃった。なるほど。だから引っ掛けちゃったっていう、打ちたい方向と違うんで。すごい、すごい。言った方が良かったんですか。いや、全然言ってください。あの、アドバイスしちゃダメはないんで。そうですか、はい、打つ前にじゃあ言います。はい、後ろからの人じゃない、やっぱ。そうですね、バンカーはちょっと嫌だし、うん、左あそこちょっと傾斜になってるんで、うん、打ちたくはないですよね、うん、打ちたくないと思えば思うほどどんどん右向いちゃうもんなんで、で引っ掛けちゃう。そう、引っ掛けちゃう。結局こうフェースが被ってくる結果になるんで。あ、ピン手前なんで
ちょっと奥に行ってもいいかなぐらいしっかり行きたいと思います。今何番持ってますか？新聞です。もう、あまり欲張らずに出した方がいいですね。はい、右側に、はい、グリーンはもう狙えないので、変に無理してラフに行くぐらいだったらもうしっかりフェアウェイの方に向いて、絶対右側の方がピンに対して打ちやすいんで、はい、思ってるよりも右に打つつもりでいいです。ちゃいましたね。で、足の方向を見てもらうと分かるんですけど、多分結構左向いてます。あれあれ本当だ。そうなんですよ。もっとだから右向いてやると、はい、今なんか下から入ってこなかったですよね。フェースは頑張って右向けて、スタンスが左向いてるんで下から入っちゃったっていう。本当だ、めっちゃ左向いてる。ナイス。ピンの方向に向かって、おーちょっと頑張って。ナイスショットでしたね。ありがとうございます。あ、もう前強いかも、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 強いかも。あ、でもすごいなんか当たり方良かった。良かったですね。すごい上手いですよ。ナイスです。ナイス。ピンとかダボ。